野生緑亀、国学女。生態系への影響を大きく、2ミドリ緑亀は、祭りの屋台やペットショップで購入でき、同省の推計では全国で約180万匹が飼育されている。一方、飼い切れずに捨てられるケースが後を絶たず、雑食で繁殖力も強いことから、野生の生息数は、飼育数を大幅に上回ると見られる。 日本固有の亀との餌の取り合いや、魚類、水生植物に対する食害などが起きている。